どうもカマスです。今日は以前紹介したこちらの X スピードフロープラスとその前作の X ゴーストプラスを聞き比べしてみたいと思います。こちらの X スピードフロープラスを実際に履いている選手はジェズス選手、フェリックス選手、ソン・フンミン選手がいます。またデパイ選手もまだ試合では履いていませんが、こちらのスピードフロープラスを履いて練習をしていました。X ゴーストから大きな変更点が3つあって、一番大きいなと思う変化はやっぱアッパー素材の変化です。 X スピードフローからアッパー素材にアジリティケージを搭載して、全方位への俊敏な動きをサポートしてくれるようになりました。ただ、アジリティケージを搭載したことによってゴーストよりも多少厚くなったような感じがします。中央にプライムニットの柔らかい素材が採用され、こちらゴーストのミラージュスキンよりも活性が高くなっています。そのためゴーストで横幅がきつく感じていた人は少しは軽減されるんじゃないかなと思います。また、履き口が大きく変更され、前と左右がニット素材になっていて、タンのような部分ができました。このタンの部分が個人的にはありがたくて、履くときにとても履きやすく、ゴーストで重心を前に持っていったときに前足首の部分が刺さって、圧迫感を感じていたんですが、このタンがついたことによってそれがなくなりました。またヒール部分の内側には同じくクッションが採用されているんですが、このクッション素材が X スピードフローは少し違って繊維が逆立っていて抜けにくく工夫されています。アウトソールは X ゴーストと同様のカービテックカーボンプレートとブレードスタッドを組み合わせたスピードフレームが引き続き採用されています。一通り履いてみましたが、スピードフローから採用されたアジリティケージは、薄さや軽さを保つために、非常に薄く、有効性は最小限かなというふうに感じました。
ただ多少厚くなった割にアッパー素材が柔らかいためピタッとして、隙間ができにくいなというふうに思いました。また履き口も前足首から左右くるぶしの下まで一つのニットで覆われているので、密着度が高いなというふうに思います。ただフィルミーノ選手のように X ゴーストではレースレスモデルを履いていたのに、スピードフローでは紐があるタイプのポイントワンを履いたりと、そういう変更点で自分に合う合わないを判断していく必要があるかなというふうに思います。